やなこれ。柵ずっと。電気走ってんの。およそ300m 先、目的地付近です。動物が過ぎそうになさそうやけど。わ、送迎バスもあんねや。へえ。左か。すごい砂の森ってなってる。足りるかな、足りる、ね、これもやね、多分ね、まあまあ、なんかつかかな、これ湖あっていいね、釣って焼くんじゃん。これ鹿の柵って書いてあるわ。やっぱりそうなんや、ほらずっとあったやん、こっち鹿やって、熊じゃなかった。2番目っちゅうて、やった、めっちゃ可愛い、可愛い、ちょうど森の中に立っとるし、ええんちゃう、めっちゃいいんやけど、うん、うわ可愛い、それここはここでキャンプっていうか、あれすんのか、バーベキュー、バーベキュー、あ、もう上にあるわ。私こんなんとか行くで来てるで それやん、こっちや、それはなんやん、これは、うん、これはスイッチオン、オンしてどんどん、なんか、どんどんなんか楽しいね。オープン、何も入ってない、何もない、何も入ってない当たり前やつ。おかまの中にご飯入っとるんかね、炊いたやつ、うそ、米入っとるやん。これ2合ぐらいあるんちゃう、3合って書いてある、今からやん、今からやで、うん、でも肉焼いてるうちに最後に米ができる、でご飯食べんの、食べるやろ、あ、じゃあ炊きましょうか、そうだ、冷たい、炊きました、お急ぎ炊飯というものをやってみようと思います。ハーブソルトいきます。なんか初めてな、楽しみ、楽しいな。着火しました。これちょっとあの焼けにくいかな、そうね、やつから火のくべ方がわかんない、これなんかパエッと打って、こんなんなんですか、もうあっという間にほら、くらなった、こんな感じは焼けて間から落ちたらもう小さくなって肉が、なかなか肉レスキュー、これなんか玉ねぎも落ちるやん、そうよ、ここの間が落ちるんちゃうかな、もうちょっと懐中電灯、ナイスです、あ、
嫌がってる。さすがじゃ、これ。これ。完璧ですね。まあまあ、この。もう2分いってんじゃないこれ。だいぶ焼けてるよ。大丈夫。そら言うやん、無理でも言ってる。はい、じゃあそれでいいと思います。とりあえずこれでこれでいいと思います。やばい、あ、初めてジュージュー言い出した。言い出した、あの焼肉屋さんのになんか雰囲気が出てる。足に置く鳥が、あれか、鳥の油が落ちて燃えてきた、うん、あ、ほら、煙があ、いいわ、ほらほらほら片付けるとき、炭を持つ。これで目に目してるよ。落とす。フランでいいの？金の粉が入ってるわけじゃない。あ、泡ジュースや。おお、そんな。ええやん。このナス落としちゃってる。いいんじゃない？うん、食べようか。うん、食べましょう。バイバーイ。日本の上やな、うん、串打ちじゃないとね、うん、キャベツのめっちゃ甘い匂いしてない？めっちゃ甘い匂いしてる。してるよ。あ、落ちたで、なんか、あ、シシトウ落ちたで1個。にゃんと、ママんとこバーベキュー楽しいな。焼き肉とはまた違うな。違う、ペランペランペランになってるよ、ほら。あの福岡やったナス、福岡やったナスで、そうで、ほら、玉ねぎあんなあったのにこれだけしか、全部下に落ちた。上あ、落ちた。人参落ちた。人参美味しい。そうやろ、やっぱこういうので焼くとうまいんだ。めっちゃ甘い。もう帰り始めるのか。ちょっとお腹すいないからね。でもあのレストランどう、あのレストランにさ、アラメ、ホルモンもある。何のバラ？ご飯のものだね。みんな見たって。これ掃除でちゃんと。なんか接触するんだ。やめて。あ、これぐらいある。自分の中でかい。肉、ハラミ、ハラミ食べんで。やばい、バーベキュー感すげえ。塊肉だぜ。
これをですね、この炊き上がったご飯で。いただいた。ほら、面白い。ほら、ほら。これで、これでいいよ。コップをご飯じゃん。ジャワンガーリン使う。ね。うわ、ええ香りしとるわ。こんなもんかな。これ絶対肉にもうまいと思う。デザート買っとってよかったね。うん、うまい。この最後のデザートがなかったらまだ満腹感は得てなかったと。米あるで。悪くなったですか。はい、いい感じよ。いい感じ。めっちゃ食えるわ。なんでめっちゃええよ。あ、もう焦げのええ匂いしてもよ。なあれやん、あれやん、三五平餅や。五円持ちや。うん、そうです。しっかりと。もうこれ、あれこれ45分。いいね。